はい、どうもー、ひとつきまんさしみずでーす。はい、今日は、やすとみさんに、出てもらってですね、話をしていきたいというふうに思っています。今日はですね、国民投票法の改正というのがですね、改正案というのがですね、このタイミングに証拠りもなく出てきまして、なんなんやすごいよね、ここで出るか？いや いや、あれだけ検察庁法改正で揉めといて、ここで出すんやっていうのがですね。すごいよね。い舐めてるやよね、やっぱりね。ー、これはもうなんかなかなかやばい。強烈やなというふうに思いまして。ちょっとそれについてですね、話をしたいなというふうに思うんですけども。簡単にですね、国民投票が何のためにあってですね、今回の件の国民投票改正案が何であるのかっていうことをちょっと話をしておきたいと思うんですけども。国民投票法っていうのは何のために存在するかっていうと、憲法改正のための国民投票で、憲法改正する手続きっていうのは、まず国会の衆参両院で3分の2の議決を取って、憲法改正するぞーっていうふうになって、でも、本来だったら法律はそれだけで変えられるんだけど、憲法はさすがに国民に聞いてみないとダメだよねっていうことで、国民に聞くのが国民投票なんですよね。で、その国民投票のあり方についてきちんと語っている。どうするのかっていうのが国民投票法。で、その国民投票法の改正案を提出するということなんですよね。今回の国民話。投票法って使ったことあるんですか？いや、ないです、ないです。だって一度も憲法ないで改すよ正したね。ことないもん。でもあるのはあったんや。ヨーロッパ、2007年に国民投票法っていうのができたんですよ。はい。割と最近作ったさあ、割ね。と最近なんですよ。で、それは当時は自民党政権だったんで、憲法改正とかも踏まえて、将来使うかもしれないからっていうことで作ったんですけども、いろいろですね、投票所にですね、児童を連れてきてはいけないとかね、なんなんこれ、なんなんこれ。なんだこれ この首の動きは何 児童を連れてきてはいけないとか、なんかいろいろその細かい修正案なんですよ、今回の国民投票法の改正っていうのは。だから別に改で、子供正、連れてきたらあかんの。なんかいろいろあったんですよ、細かいのがね。で、あとはその天災とか災害で期日前投票来れなかった人どうするのとか、そういう細かい部分の修正なんで、国民投票法改正案自体は、別に悪いものではないんですよね。だけども、大きな一つずれてるところがあってですね、これは本間隆さんと語ったんですけども、やっぱり広告費の上限規制が存在しないということなんですよね。まだないんですか、あれ。まだないんですよ、実は。で、この広告費の上限規制だけはですね、自民党はですね、ずっと拒んでるわけなんですよね。で、自民党の今の国民投票法の改正案の進め方としては、こまごままず改正しましょうと。ね。で、こまごま改正して、それについて受け入れてくれたら、ちょっと後でちゃんと広告規制も話するから、大丈夫、大丈夫。まず、すいません、先っぽだけお願いします、みたいな、そういう詐欺なんですよ、多分、これは。でもね、これをさ、なぜ今言い出すのっていうのが、すげえなって思うんですよね。なぜなんですか？いやー、これやっぱ、本間さんと話した時の流れとしてはですね、検察庁法改正で安倍政権だいぶ支持率下がったじゃないですか。で、安倍政権の支持率としては、さらに言うと強固な支持層まで、今回ですね、いや、これないわっていうふうに思われてしまったので、やっぱね、憲法改正っていうのは自民党の、シンパ、強固なシンパの人たちの、いや、君たちのこと忘れてないと。ね、国民投票法もちゃんとやるぞというふうにね、ご機嫌取りのね。ご機嫌取りのためにやってるんじゃないかっていう意見もあるんですよね。なるほど。じゃないと現実的に考えて、本国会って6月17日までですから、もうあと3週間くらいしかないんですよ。忙しいね。ね、そんな時にコロナでこのクソ忙しい中にですね、さらに憲法審査会とかって毎週火曜日にしかやってないんで、あと3回しかないんですよ。で、もういや、物理的に無理やから、多分、今単に言い出したのはご機嫌取りだけなんじゃないかもねっていう話はあったんですけど、でも逆に言うと、その強固な支持層以外からすると、今なんで言うねん、こんなことって思われますよね。だからやっぱ意外と、安倍政権って何かで追い詰められてますよね。これ。こんななんか、こんなわけのわからんことにしないとダメなぐらいって、何かに追い詰められてるよなって。
まあ、もんなんですよね、もう、うん、まあ、最初から何したいのか全然分かんないんですけど、何したいのか全然分かんないのは分かんないんですけども、うん、いや、まあ、一本を取り戻すですからね、まあ、一本を取り戻すっていうね、一本を取り戻すのが目的なので、まあ、最近、素晴らしい名著を私、買いましてですね、そこ そうですか、スピーチも私、読みましたよ、このジャパンイズバックに出てきた。日本の決意壁しちゃんと読みましたよ読んでるよ、よく読みますね、そんなもん。いや、もう買ってみてから思ったけど、これ全部スピーチ集やから外務省に無料で上がってるってことに気づいて、なんか腹立ったけどねいや、まあそれで、それさておきですね、やっぱなんでこのタイミングでね、憲法改正をぶち上げてですよ、緊急事態条項が問題とされている中でですね、うん、やっぱなんでこんなに揉めるんやろうっていう、不思議だなっていうふうにやっぱ思うんですよね。憲法改正する気なんかな。まあやっぱりね、オリンピックの前に憲法改正しちゃおうってことですか。めちゃくちゃ急いだらそれも実現できますけどね。でもかなり印象としては悪くなるので。そう、選挙いつまででしたっけ、あれ、衆院選は次、来年の夏、秋、なんかそんなもんですよね、安倍さんのその任期がそれぐらいだったんで。総選挙はそう、いや、自民党じゃなくて、あ、衆議院、ちょっと衆院いつやったっけな、来年やったと思うんやけどな。憲法改正を今からやるってちょっと現実的。オリンピックがなくなったんならね、うん、まだわかるけど、オリンピックなくなってない、1年後にオリンピックするつもりだったらちょっと無理っぽくないですか。うん、そうですよね。前回の衆議院選挙が2017年10月22日だから、うんうんうん、4年後ですよね、確か。そう、ってことは2011年の秋ですね、やっぱり。その解散、来年の秋、解散、来年ですね。だから解散しない限りはそうなります。来年の秋までだったら、まあ頑張ったら改正って改正できるのかな。まあ、ものすごいもう強引に突破していけばできると思いますよ。一応ね、衆院、参院がね、3分の4、1議席か2議席切ってるから。うん。7議席ぐらい足らないはずです。7議席足らない、はい、?7 議席足らない。うん。まあ、参院で否決されるよね。うん。まあ、だけど、否決されるけど、もう本気になればですね、まあ、今回の黒川さんみたいな感じで、いや、お前、お前こんなすねに傷あるやろと、これ暴くぞと、うんうん、あるいは無所属の人たちに対してですね、まあなんかお前、大臣の席1個用意してると、うちの副総理なんか3つ大臣兼任してるから、もう1個ぐらい大臣増やしてもいいからっていうふうにこうやっていけばですね、何人か転ぶとは思いますよ。なるほど、うん、もう頑張る気なのかな。ここまでやる気なのかな。だって唯一可能性、まあ、だってその安倍さんが任期内に憲法の改正をしたいと本気で思うんだとやりかねないんでね、うん。まあ、でも岸信介さんから脈々とつながる願いではありますよね、うん、おじいちゃんの頃からね、ずっとそれはあるので、まあ、そのために生まれてきたからね、そのために生きてきたんだから、うん、そう考え、何振り構わずやるっていう、うん、可能性はなくにしもあらずだと思いますけど、うん、いやー、なんかできなくてもやるっていう、できなくてもやる、一生懸命やるみたいな、できなくてもやれるとこまでやるという可能性はあると思いますよ、うん、もう最後、確かに、うん、やけくそで、やけくそ何でもいいからいや、なんかその私はね、やっぱ安富さんとその話しておきたいのが、憲法改正のその中身なんですけども、うん、まあ、緊急事態条項が危険だとかっていう話はいろいろね、いろんなところでしてるんで置いとくんですけど、うん、そのなんか家族のあり方とかまで憲法で規定しようとしてるじゃないですか。うん、なんかあれが私すごく気持ち悪いなってすごく思うんですよ。自民党なんとかもむちゃくちゃですよ、あれ。うん、あれはすごいよな。うん、あれは、本当にあんなものは実現できるのか。うん、いや、だって。あれだったら、いろいろ国際機関から脱退しないといけない。いや、まあそうですね。なんか ILO とかさ、WHO なかなかだけど、いろんな国際条約に反するでしょ、あれ。うん、で、
だけど、その怖いなって思うのが、あれを支持する人たちが一定数いるということは、家族のあり方まで、もう国に決めてもらわないと、うん、こうもう私たちもう無理ですっていうふうに、家族崩壊しちゃいますって言ってるような人たちが多分大量にいるんでしょうね。8割ぐらいいると思います。もう、憲法で。日本の家庭で、なんかその外的な制約抜きで、うん、一切抜きにしてですよ。うん、あの経済的にも、うん、メンツも、うん、でそのいろんな事情、なんだかんだの問題をすべてなくしたと仮定しましょう、はい、それでもまだ結婚してる人ってね、うん、おにぎりですよ。まあそうでしょうね、うん、外的制約でようやく離婚していない人がもう、うん、ほとんどだから、うん、あね、本当に恐ろしい、恐ろしい、なんかそっちの事実の方が恐ろしいなと私は思いますけどね。やばいです。多分そのバックグラウンドがあるから、あの自民党の憲法改正案を受け入れる人たちが一定数いるという理解になった方がいいと思うんですよね。そうですよね、うん、だって夫婦別姓、選択的夫婦別姓すら受け入れられないというのは、ね、もうそんなこと聞くだけならもうやめてくれ、ね、うちの家庭が崩壊するみたいな人が、うん、めっちゃ多いからですよね。夫婦別姓とかもう言うな、もう汚らしいぐらいの勢いですよね。同性婚とかもわけわからない、やめて。もうなんか夫婦別姓を認めると家庭が崩壊すると、私何回聞いてもどういう理屈でそういうふうになるのかもちょっと理解できないんですけど、どういうことなんやと、本当に。あれ、お父さんとお母さんが同じ名字を持っていることが、家族の結束を高めるっていうことなんですよね。もうそれ、もう大前提。なんかよく分からへんだけど、どういう意味が分からへん。意味分からへんけどな。なんかとにかく、足も人生の前提が崩れるんですよ。あれは、どうしてそんなにこだわる方がいるんですかね。自民党の議員に特に多いですけど。家制度ですよね。まあ、一応ね、家制度ってことにはなってますけど。分からん。家制度っていうものがもうこう、もう少年まで染みついていて、それによる、まあ、安富さん流に言うと立場っていうのをこう振る舞っているから、うん、その立場の前提を外してしまうと、もうなんかどうしたらいいかわからんくなるから爆発するみたいな、そんな感じなのかな。まあ、家制度と立場主義は実は正反対のものなんですけど、あの、なんていうかで、家制度、もうちょっと正確に言うと、家制度と、はい、あの近代的徴兵制の妥協の産物が立場主義なわけです、うん、なるほどなるほど。家制度的な発想法とか思考方法だけど、うん、兵隊は一人出しますみたいな、うんうん、家単位じゃないっていう、うんうんうん、なんかそのいわゆる近代国家を作るために必要な諸条件があるじゃないですか、はい、財産は個人に属するとかね、うん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 、所有権があってね、なんかそういう、うんうん、でそのとにかくその個人単位でやらないといけない問題が、うんうんうん、その根幹はやっぱり徴兵制ですけど、うん、はい、でもその徴兵制はなくなったけど、その構造はそのままなんです、ね、うん、でそれとその家制度の間の距離を調整して、ようやく今の日本国家があって、民法とかその間をこう埋めるためにいろいろすげえ変な、うんうんうん、でその変なバランスによって生み出されてるのは立場主義ビオロギーなので、なるほどな。家制度的なものを完全に解体すると、うん、立場主義も崩壊するわけです。なるほどなるほど。で、そう考えると自民党が憲法改正案の中で家族のあり方にまで言葉を突っ込んでくるっていうことは、それを強固にするという形にもなります、ね、そうですよ。だから日本国憲法の中には、うん、その家制度を認める条項もほとんどないんですよ、ね、うん、現在はね。唯一がその男女の どちらかの姓を名乗るっていうあの条項だけだと思うんですけど、まああとだから、まああるとしたら強引に言えば天皇に関する規定ですよ、ね、ああ、まあ確かにな。あれはまあ家制度的な要素が あると思うんだけど、うん、まあ、それだけなんですよ。だから憲法の中にその家っていうのを規定する条項も全くないわけですね、うんうん、確かに。で経済システムとかもそういうものは全く必要としてない、うん、
だから家が、まあ、ほぼ完全にもう消滅してるんですけど、でもイデオロギー的にかろうじて残ってるわけですよね。で、そのイデオロギー的にかろうじて残ってるから、立場主義もかろうじて残ってるので、ここはプチンであるパチンって言ってるわけまあそうですね。ですよ。そういう関係なのかなと思います。安倍で、さんそれでは、選択的夫婦別姓を導入してしまうと、みんなだから、もうみんな別姓にしちゃうから、そうですね。そうするとそこはプチンと切れるので、で、その社会を支えている立場主義的なものも、例えばだから、その例えば今回のマスクをね、1個に2枚配るという謎の、あれもイエス主義的なものをそうです温ね。存するためのデモンストレーションだと思えばいいと思うんですけど、10万円も1個あたり配るとかね。やっぱ世帯主に振り込まれるっていうやつね、本当に。その世帯っていう考え方をが、まあ、唯一、その世帯の憲法に何の規定もないんで、この便宜上のもんですよね、あんなのまあ、便宜上のものですよ。ね。なので、そういうものがなくなったら、完全にその家的なものが消えてなくなるわけです。家が消えてなくなるのはいいんだけど、そうすると、家制度、立場主義も消えてなくなるんです。安倍政権に限らないけど、まあ、ここのところずっと執拗に自民党政権やってることは、立場主義的なものを守るっていう。例えば秘密保護法にしてもですね、立場主義全盛時代にありえないわけです。確かいに。らないんですか？いらないですよ、秘密保護法なんか。漏れるはずがないの。みんな立場守ってるからね。だけど、そういうものが緩んでるから、ビデオが流出したりするんで、これで慌ててああいうのを作ったりしてるので。だから憲法改正っていうのは、その崩壊しつつある立場、家庭っていうのをちゃんと締め付けてありま、あげますよっていうふうな、まあ、ある意味メッセージですよね、これそうでは。す、そうです。だからね、日本の国民の大半、立場主義者なんで、実はだから必要としてるんですよね。これはわかるわ。すごくわかる。だから、それ別に右翼左翼関係なく、みんな立場主義者なんで、本当は家制度がいるんです。本当は靖国神社がいるんです。死んでね、靖国で会おうっていうふうに言えるところは必要やからね。あの精神で頑張って、あれと同じ精神で違うことで頑張ってるだけなんで。それはすごく痛感する。やっぱ、自民党がこれだけその憲法改正で、だって検察庁法改正の、で、あれだけ支持率を世論調査で8ポイント下がったわけですよ。バコーンって下がって、なんと私の知り合いにも世論調査かかってきましたよ、電話。だから、あれちゃんと陰謀じゃないんだなって ちゃんと調べてるんだって思ったけど いやー、まあでも、まあ、それだけでも今、ヘマをこいてるにもかかわらず、国民投票法改正して憲法改正、ちゃんと私たちはやるんですっていうふうにこうメッセージを出さないとダメっていうことはですね、まあ、それだけ逆に言うと、もう本当に、その立場主義とかって崩壊しつつあるんだろうなっていうふうには思いますね。だからこれから結最後果のあ主義がきだ。が見れるんじゃないかなとは思いますけど。大変ですよ、もう、あがきがね。あがきはやばいやろうね。国民全体をズタズタにしてもあがくやろうからな。恐ろしまた、リニアとかもね、そういうものの一環ですから、立場主義全盛期のあの日本を取り戻すっていう。要するに東京タワーを建てて、新幹線つなげて、あとなんだっけ、万博やったっけ、あとオリンピックっオていリンピう。ックと万博ですよね。もうそれがなんか東京タワーの代わりにスカイツリーになって、新幹線の代わりにリニア通して、で、そんで、オリンピックやろうと思ったらダメになって、でも、まあ、万博はまだあるみたいな、そんな感じですよね。いや、雨乞い経済、本当に。で、その雨乞いで何のためにやってるのかっていうと、それはその立場主義、全盛時代の幻想を取り戻すっていうことなんで、もう三丁目の夕日をいまだに取り戻そうとしてるわけですよね。いや、でもやっぱりそれもさ、でもやっぱある意味理想的な気持ちもわかるんですよね。批判だけじゃなくて、成長をね、経済がどんどんその立場を守ってるだけで成長していってですね。で、そんで、家に帰ったらお父さんと呼ばれてですね。で、経済はもう仕事、お金のこと考えなくても仕事を一生懸命やってれば、こう所得が豊かになっていき。
っていうのって、まあ確かにまあ、で、しかもそれが GDP、もう何十倍、何百倍、何千倍と大きくなっていったっていうのは、まあ確かにそれは戻りたいのはわかる。それもう一いや、回無理やし、繰りそん返したいな。のはわかるけど、いやもうそれ無理やからっていうのが。戻りたくったって、私だって戻りたいですよ、いそや、れ。戻りたいよね。俺だって戻りたいもん、それあ、ボラ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 してるだけで給料ボワー増えてたら、そりゃ幸せですよ、それは。どんなごまかしだって聞くからね。ねえ。だけど、まあ残念ながら無理やからね、それは。不利ですよ。まあそこら出る辺、一歩や。ね、細かい話はですね、安富さんとジャパンイズバックについて語ってる動画があるので、説明欄に書いておきますから読んでほしいのと、まあやっぱり、どういう構造でそれが起きてきたのか、で、そしてなんで失敗したのかっていうのは、この複雑さを生きるとか経済学の船で、我々がね、安富さんと一緒に復刊しようとしてるこの本をですね、まあこれはもう、までは結構ね、これ、こっから先を考える上で大事だと思ういや、本当にそうだと思います。んこれを読んだらですね、なんで私が YouTube チャンネルこんなに頑張ってるかっていうのもわかると思いますよ。まあ、なんで、まあ今はね、こっちがもう印刷所には回ってるので、6月の上旬ぐらい、コロナでちょっと遅れちゃいましたけども、まあこれはもう届け出られると。で、この表紙は岩波バージョンですけども、なんかこのよくわかんないマークとかついてるんですけど、ちゃんとですね、ひと月万冊バージョン、安富さんの著書、絵画。描いた絵をですね、表と裏面にこう、あってですね、非常にほのぼのした感じの表紙になって、裏面は超インスタ映えする感じになってるんで、やばい。やばい。やばいよ。ぜひ、届くのを待っててほしいなと思います。欲しい人はですね、この下の方にかか、あの、購入の仕方を書いてます。まあ、今日ですね 今日を話した内容っていうのは、やっぱ憲法改正っていうもの、国民投票について、なんでここで急ぐのかっていうののすごく大きなバックボーンについて話をしたと思うので、まあ、やっぱね、検察庁法改正に抗議しますでハッシュタグを上げた人が今似たように、国民投票法改正に抗議しますのハッシュタグを上げてるんですよ。やっぱそこだけに終わるんじゃなくて、もうちょっと突っ込んだ背景とかも学んでもらえるととても嬉しいなというふうに思いましたね。はい、今日はどうもありがとうございました。まあ、こんな感じでチャンネルを運営してますので、チャンネル登録といいね、あと、すごく簡単でもいいので感想をもらえると嬉しいなというふうに思います。で、そして安富さん、実はですね、私、最後にちょっと謝らなければダメなことがありまして、安富さんのね、テロップをですね、ここら辺にですね、出してるんですよ。東京大学教授、安富あゆみさんって出してるんですけども、私、タイトルのね、富の字は、ちゃんと上のチョボがないやつにしてるんですけど、今気づいたんですけど、テロップの方、富山県の富になってて、すいません、間違えてました。申し訳ありません。どっちでもいいです、あれ。はい、すいませんでした。そもそも富天なやつ、あれ、5字なんで まあ、そうなんですけど、5字だね、あれ。中国語ではもともとないんでね、あんなやつ。まあでも、あのね、あの本の著書には富、あのそチうョなんボですないよ。方戸籍なんがそで。れになったから、まあなんそれにしてで、しまったんです。はい、すいません。ちょっとお詫びします。まあそんはい、なわどけうも。で、感想、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。安富さん、ありがとうございました。ひと月万冊清水です。今日も見てくれてありがとうございました。ひと月万冊は皆さんの寒波によって成り立っているチャンネルです。寒波以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、複雑さを生きるという本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続けていきたいと思います。